どうも、エルザです。それでは、ラストオブアス、パート2やっていきたいと思います。さて、劇場範囲って、ディーナの妊娠が分かったところと、いうとこで、だいぶ、状況的にはやばいね。まあ、そんな心配もしつつ、僕も自分の喉がね、心配しながらと。まあ、大丈夫だっちゃ大丈夫なんだけどね。だいぶ元気になったな。いやー、このゲームは感染症の話出てるけどね、僕も感染症になったんでね、なんか感じるものはあるね。このゲームするなと言われてるのか。うわ、感電したの。義手は向いてなかったんじゃない。それで済めばいいけど。ほい。でこれで電気がつくと、やった。やべえな、そこの電気はやばいね。絶対感電するよな。これで、映画館、射影機動くかな。なんか電気ついてる。無線か。はいはい。お、何これ。さあ、鍵ゲット。壊れた叩くってあれ、日本も海外も同じなんだ。とりあえず壊れた機械は叩いときぐらいあるけど、まあ本当いけないんだけどね。世界共通のテクニックか。で、オッケー、開いたね。すごい。ジョエル、ここで映画見たら喜んだだろうな。そうだね、映画大好きだったもんな。なんかある。ポスターか。最高。寄付されると。ロックバンドね。シックハビットっていいのかな。 QED って曲があったね。 QED って聞くと僕はもうウーバーワールドの曲しか出てこないからな。なんか不気味。あれって、またギターか。ずれてるね。ギターね、ほんと音感がつくとね、調整簡単なんだけどね。
ああ、3年前から弾いてた曲だったんだ。なあ、下手すぎ。指にタコができれば上手くなるさ。そっか。じゃあ行くか。着いたの？うん。やったね。ジョエルが教えてくれた曲なのかな。これはもう多分その後だもんね。3年お楽しみにしておかなくていいのか。そうだな。恐竜内緒だって言ったろ。諦めろ。あっそ、それじゃあゾウとか。だったらオープンか。もう諦めろ。じゃあワンコ、ニャンコだったりして。子猫か。ニャンコだから子猫だろ。別にニャンコって言ったっていいじゃん。子猫は子猫だろ。何それ、つまん。喋ってないで先に進むぞ。ああ、ジョエルらしい。気をつけろよ。平気。やっぱワンしてるとジョエルのあの話し方とかね。さすがジョエル、やっぱ落とすよね。何考えてんの。お前すごい顔してるぞ。溺れるでしょ。溺れやしないよ。泳げてる。もっと自信持ったらどうだ。はいはい、笑ってれば今のうちね。こっちだぞ。マジムカつく。いや、エリーね、ワンの時泳げなかったのよ。がむしゃらに腕を動かすんじゃなくて、腕全体で水をかくでしょ。分かってます。すげーすげー、成長してる。もうね、ギミック解くのにエリーが泳げないからそのカバーするんだけど、この泳げるっていうのはワンしてないと分からん感度やね。どこ。あそこを見ろ。お、本当だ。変わるか。ねえ、あれって。どんな気分。すっきりしたね。落っことされるのって嫌な気分でしょ。まあ、どっちみちここを泳いでくつもりだったしな。仕返しされてムカついてんの。ああ、すっごくムカついてるね。行くぞ。もういいね。いや、でもこれこの下もジョエルが生きてたらこのシーンは映えんな。楽勝。まあね、思い出やからね。いやー、マジ成長したねー。潜れるもん。これは本当ワンしてる人の感動ポイントだな。ねー、すげー。もしかして小6の時の歴史の先生がイチャモンつけてきたことを謝りに来たとか。今なんて言った。ファイアフライをテロリストって呼ぶから文句言ってさ。友達と生き残り食らった。もうすぐに腹立てる癖直した方がいいんじゃないか。ムカつく相手でも。それでもだ。まあ、ジョエルは冷静すぎんだよな。もう一回潜るぞ。どこに連れて行く。いや、マジでマジで普通に潜ってるのが。でもあの水中はさ、ワンの時のあのトラウマあるよね。めっちゃ敵に追っかけられるっていう。ひょっとして、新しいスニーカー。もう十分持ってるだろ。足りない。スニーカーの趣味はいい趣味だけどめっちゃ金かかるからね。でもこの時代にスニーカーそんなあるんだ。なあ、もういい、当てるのやめ。そりゃ結構。な、今の嘘、もしかしてコミックコレクションとか。あ、待った、
DVD コレクション？そうだ。マジ？どの？それは秘密だ。レーザーディスクとか流行ってたんでしょ？違うな。絶対違うな。わざわざ認めることはないな。とりあえずこっち。また水か。およ。ジョエル、ちょっとこれって。ついたぞ。うっそ、やば。恐竜じゃん。ああ、そうだ。ジョエル。驚いたか。信じらんない。本当に恐竜だった。ティラノサウルスレックス。恐竜の王様か。でっかい。すげえ。まあ、ようできてるわ。てかこの頃からやっぱ絵描くのうまいね。登れるの。登れるね。何をしてるんだ。エリー、気をつけろよ。あたし恐竜登ってる。ああ、そうだな。とにかく落っこちないように気をつけろ。ねえ、見て。あたし恐竜に乗っちゃった。おいおい、何してんだ。飛び降りるなよ。こら、降りてこい。さすがに、え、行くの？行く、行っちゃうの？こら。やるね。マジか。微笑ましいね。ああ、見てたよ。なあ、最高だった。最高だよ。ハラハラしたね。なあ、超いい気分。何これ？本だ。恐竜の本だよ。そうか。ノリ悪。へえ。まあそっか、施設は残ってんのか。まあでも生まれてこういうところは見たことないだろうからね。動物園だったり。この爪見てよ。そいつは。ベロキラプトルだな。残念、この子はディノニクス。いやー、そいつはベロキラプトルのはずだぞ、うん、少なくとも映画ではそう呼ばれてた。ジュラシックパークかな。すみません、恐竜は今手が離せなくて。何してるんだ。ああ、待って、ちょうど一匹来ました。ジョエル、電話だよ。笑えないな。笑えるのに。年寄りだからってジョーク。わかってるよ。あ、そう。まあ多分あれだよね、ラスアス2炎上したけど多分描いてた続編はこれなんだろうね。これもこれでいいけどな。今のも結構好きだな。うん、ちっちゃいくせにデカそうな名前。ああ、群れで襲ってくる。それも映画で見たの？ああ、そうだよ。別の映画だ。続編ってやつだな。出来は劣る。博物館か。なんかあつ森思い出すな、この骨だけ見てると。上、あー、あったあった。やっぱあるよね。ディメトロドンは頂点捕食者だったって。頂点捕食者？ぶっちぎり最強の捕食者ってこと。にしては小さいな。それ私のこと？
機動力がある方がね、なんかなかなか走れなかったって感じだもんね。ティラノサウルスとかはね、頭が重いから鈍かったんじゃないかと。誰が名付けたの？科学者だ。センスゼロ。一応全部見れるね。ブラキオサウルスは毎日270キロの草食べてたって。ふう、うんちすごそう。そういや、映画のワンシーンで男が言うんだ。すげえクソの山だって。それなんて映画？今度見てみたい。よし、ジャクソンに戻ったら一緒に見よう。あるんだ。あるんだ、その映画。わ、こいつの脳みそ枝豆サイズ。そりゃ奇遇だな。誰がそれとそっくりだ。笑, , 笑える。面白いな。こう廃校した世界でこういう博物館とか見るのは面白い。あれ、カードが出てきた。へえ、すごい。それはなんだ。このスーパーヒーローカード、人気だったみたいだね。サラが昔ハマってたっけな。いや、モンスターのやつだったか、忘れた。あ、サラは娘さんね。ブーめっちゃ変顔してる。あー、すごいすごいすごい。スティックに合わせて表情が変わるね。上行こう。上、いや上もいいけどこっちだな。ベロキラプトル。ジョエル、これさっき話してたやつじゃないの？ベロキラプトル。チビだな。映画を信じちゃダメだってことか。本物化石なのかな。これは？頭蓋骨ごっつい。トミーに似てるな。だろ？トミーにチクっちゃおう。やめろ。光を当てれば。嘘。光を当てる。いやいやいや、トミーこんなごつい顔はしてなかった気がするけど。うわ、これ鳥みたい。まあ実際古生物学者も鳥は恐竜の子孫だって言ってるしな。ふん、ジョエルって意外と物知りなんだ。これでも勉強したんでね。映画見て。次行くぞ。映画も大事よっていう俺は見ないんだけどね。わー、すげえ帽子がある。かぶっちゃおう。いいな。なんかインディージョーンズみたいな感じだね。ジョエルの方が似合いそうだな。博物館よく行ったの？テキサス中の博物館や美術館に連れて行かれたよ。キリンみたいだね。確かに似てる。ちょっとおー、似合うね。かぶせたくなるな。でしょ。そう、あのね、ジョエルと僕真逆で、映画はね、ほんと気に入ったものしか見なくて、映画館はもっと無理だね。あの、2時間そこにいるっていうのが苦手で、ゲームするとき以外は。なんでね、まあまあ、博物館とかこういうの好きなんだけどね、絵を見たりとか好きなんだけど、ここのこと
捨てたの？映画とかだけは気に入らなかったか。なら帰ってもいいんだぞ。まさか。博物館なのに宇宙。また不思議な。惑星の名前言える？水金地下木ドッテン解明だ。やっぱそれだよね。突然どうしちゃったの？水は水星、金は金星、地は地球。ああ、そうか。なるほど。それいいね。距離の順番ね。水金地下木ドッテン解明。今解冥王星が入ってないんだよね。確かね。離れすぎてるから枠から外れたっていう話かな。今は水金地下木ドッテンまでだね。おお、スペースシャトル。あれ結構ね。ジョエル、初めて宇宙に行った動物は？簡単だな。猿だろ。ブブー、ハエでした。1947年、高高度での放射線被曝を実験したんだけど死ななかった。驚いた。物知りだな。へえ、それは初めて聞いた。は？まさか。巨大か好きやね。なんだろうね。まあまあ映画の話に戻ると、本当なんか無理。最高。ハンドルはどこだ？ローバーはハンドルじゃなくて操縦桿なの。うん、待てよ、これ本物か？本物は月に置いてきちゃったから偽物。操縦桿なんだ。飛行機とかと一緒か。あー、宇宙服。かっこいい。何の匂いがする？宇宙と埃。埃ね。あー、どのヘルメットいいかな。なんだろうね、頭だけかぶったら宇宙服はバイクのヘルメットだね。まあでもこのこれかな。ちょっと古いけど、あー、この丸い感じね。開くの、この宇宙船のやつ。僕どうぞ。すごいすごい。まあ皮肉だけどこの状況だから入れるよね。気をつけろ。すごい。おっと。よし。いや、すごいな。ボタンだらけだぞ。超かっこいい。すっごい。だって想像してみてよ。誕生日おめでとう。何それ？これはな、かなり苦労して見つけたんだぞ。
seconds and counting. Astronauts reporter feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start.気に入らないわけないでしょう。そらよかった。それじゃあ他の場所も見に行っておくか。うん、行こうか。よし。いやーいいシーンだねー。いやこれはずるいわ。あー最高やね。さてでもほとんど見終わったけど、何書いたの？ああ、見た夢ね。さて、アクション要素は来た。え、どうやって泳ぐしかないよね。うわぁ、そうやってみんなを困らせてるのか。早く来てよ。やだね。ちょっと誰の誕生日だっけ。おい、それずるいぞ。でっかい水しぶき立ててよ。まだまだ探検し足りないでしょ。ああいいね。そうそう、まだまだ探検続くみたいだね、二人での。持ち上げてよ。はい、本気か。ドア開けてくるから。今さらビビってんの。いいか、
ほら。さあ、次は。残念なお知らせ。でっかい糞が入り口塞いでる。そうか。なら他の入り口がないか探してみろ。外から回ってそっちに行くよ。気をつけてね。お前もな。恐竜だらけだし。自然史センター北米の動物。何が。おお、ヘラジカ。うわ、負けないで。なんだろうな、鹿の話っていうか、鹿を見るとさ、最近デトバーをあのキラーの背景読むの好きだから、読みすぎてハントレス思い出すんだよね。おー、バッファロー。ヤギかな。ゴーンって書いてあったから、ほう。相当溜まってるね。真っ暗だ。ここ誰かいたか。あ、トキだ。最悪。何かいるな。まさかの銃持ち出すと思わなかった。ちょっと待ってね。しかもさ、電池が切れるとさコントローラーガチャガチャしないといけないのが残ってる。マジか。さっさと出てきな。回復用の物資か、これ。あー、そんな感じだね。回復できるね、なぜか。マジか。いきなりそんな要素出してくる？戦闘パート。どうだろう、戦闘あんのかな。苦しみを終わらせたかった。俺たち人間性を取り戻したかったんだ。誰かが犠牲になるたびに必ず報われると指導者たちは言ったと。そして俺たちは解散した。あれだけの罪を犯して何も成し遂げず、ここに来ればまた心に火がつくと思ってた。目的を見つけることができるって、俺の親よく俺をここに連れてきたと。これではない。たく。おお、神。うおお、イノシシ。あ、ビビった。ライアーズ、うるそつき。エリー、ここ。おい、今のは。ただの動物。
ファイヤーフライか。もうそろそろ行くぞ。暗くなる前に火を起こさないと。ほら。いや、びっくりするよね。人が来たかと思ったもんな。ファイヤーフライか。残党が来たってことか。お、シアトル2日目。2日目来たね。進んだ。さあ、夢で見てたって感じだね。ってことは、まあ、結局エリーを預けなかった後の話だから、てかそのはずだから、ファイヤーフライ嘘つきでしょ。だからファイヤーフライ壊滅したじゃん、本部が。で、本部壊滅した時にそこで信じてた人たちもいたはずだから、組織にね。まあ、それで嘘つきっていうので目的をまた探してたって意味であれば、ジョエルを恨んでたメンバーがいてもおかしくはない。連れてきたのはジョエルっていうのは多分わかるだろうからね。さあさあ、ちょっとキリがいいんで今回ここまでにしましょう。まさかもう2日目に入ると思わなかった。ということで、動画を見ている方はここまで、メンバーさんはこのままノーカット版引き続きやっていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまったねー。